皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日も高橋洋一さんと2人で、新型コロナウイルスの起源問題、とりわけ日本の問題、これについて語っていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、これで全2回でですね、大体問題の概要を、ざっくり、ご紹介できたと思うんですけど、そこでこの問題が日本でどうやって報じられているか、ここから今日は話をしていきたいんです。で、まず新聞のスクラップ用意してあるんで、これちょっと出していただけますか。朝日新聞。まずは1つ目、朝日新聞からいきましょう。朝日新聞。はい。はい。朝日新聞。これはね、ちょっと大きくなると思いますけども、はい、大きくなりますね。これが、先日来紹介している共和党の報告書を紹介した記事なんです。これ8月3日の夕刊の社会面、第2社会面なんですよ。なんと。一面でも後半面でも何でもありません。社会面のわずか2だ。これじゃあ、ほとんど、とりあえず入れときましたっていう話ですね。これが朝日新聞。次、もう一つ。これはね、産経新聞です。産経新聞は夕刊がないんで、東京では。8月4日の朝刊の真ん中の方の面、これ5面だったと思うけど。これ3段です、3段。いずれにせよ、だから、朝日も産経も、非常に扱い小さいわけですよ。でも私がざらっとチェックした限り、この2紙ぐらいしか実は紹介してなくて、他は、ほとんどもうスルーしちゃったっていうか、扱わなかった。こういう状況なんですね。で、さっきのその CNN が報じたデータベッド入手って話も CNN はやってるけど、他のとこはほとんど使わない。こういう状態で、ほとんど日本のマスコミはこの問題をもう事実上もう知らないっていう状況だった。この間何を報じてたかっていうと、もちろんオリンピックの、連日オリンピック。それからもう一つは、新型コロナの新規感染者が増えちゃって大変だよね。この二つ。これでもう紙面がほとんど埋まっちゃって、この話はほとんどやらなかった。これはね、私ははっきり言ってもう情けないを通り越して、これはもうレベル以下だなと。日本のマスコミはもう全く、もうメディアとして世界標準に達してないと思うんですけど、高橋さん評価どうですか？長谷川さんご承知だと思いますけどね。基本的に、インターネットに上に出てる英語を読めないってレベルじゃないんですか？こんなの、英語読めばすぐわかるし、新華社だってもうちょっと確か報じてましたよ。中国。新華社の方は、なんかね、ちゃんとね、これは、与党じゃないです。野党の、単なるレポートですっていうのを報じてました。そう。それから、外務省の報道官がちゃんと反論してました。だから、そういうことすら、できないっていうか、長谷川さんもご承知だと思いますけどね。長谷川さんは英語できると思うんだけど、英語できない新聞記者って多いでしょ。全く。ほとんどできないよね。それとね、英語ができたとしてもですよ。私は内側にいたから、私自身も特派員やってたことあるんで、よくわかるんだけど、特派員の仕事ってね、何かっていうとね、これはもうどこの社も全部一緒ですけど、はっきり言いますよ。ロイターと AP を読むことなんですよ。プラスして AP、AFP を読むことなんですよ。で、ロイター、AP、AFP って一体何やってるかっていうと、こういう報告書って、世界中でいっぱい出てきますけど、いろんな出来事ある。それを、即直訳すれば記事になるぐらいの分量で非常にコンパクトにエッセンスだけまとめてパラッと出してくれるわけ。で、それを特派員たちは読んでるんですよ。で、読んでる特派員はまだ非常に立派で、実は。まだいい方なの。実はね、そのロイター AP、AFP でさえ読まずに、みんな現地の雇った助手にお任せで、助手がそれをひたすら読む、毎日。それで、これはちょっと記事になるんじゃないんですかと、特派員様って言って、それを持ってくると。で、これどういう話なのって言うと、こういう話です。面白そうだね。じゃあそれちょっと日本語にしといてくれるって言って。自分は読めないから。で、要点を日本語にまとめてもらって、それをもらって書き、それでロイターの原文を時々英語で読みながら、それで書くと。というのが実は普通のごく平均的な特派員の仕事なんです。そうだろうね。だからあれだよね、私もワシントンに行った時に、誰も質問ができないんだよな。質問できないんだよね。本当にワシントンに行った時に、一社の一人か二人、一人ぐらいだったかな、ちゃんと質問ができる人がいて。うん、あと、まあ、某ね、有名な日経新聞なんかの人も、ワシントンに行ってんだけど、ロックスプレイもできなくて、それで、一回、アポも取れなくて、私が政府要人のアポを取ったこともあったけどね。なに、ちょっとそれ、あなたが日系の有名な人って言うんだから、誰も知ってる日系の有名な人だろうね。結構日系の人でね、大したことないんだ。もう名前はちょっと悪いから言わないけど。名前はいい。まあ、アポが取れないから、要するに政府要人のアポを私が取って、そしたらね、インタビューに行ったんだけど、質問がまとめにできないんだよね。ああ、なるほど。大変だったよ。それで、記事をちょっと後でチェックっていうか見たら、とんでもない記事だったから、ちょっと全部ね、なんていうかな、一応録音してあるから、それを全部送ってくれって言って、そしたらもうとんでもない質問で、なんか全然とんちんかんなことで、記事書いてた。なんかびっくりしたことあった。いくらなんでも私の、そんなんで出たら私の、なんていうかな、紹介したのはちょっと困るからって言って、一応、まあ、向こうはすごい拙い子だったけど、質問は一応なんていうかな、事前にねって言ったから、質問は質問でわかるんだよね。なるほど。うん。それで、あと向こうの答えを聞いて、こういう国答えてるよって言ったことはあったよ。なるほど。いや、なのでね、まあ今の話に戻るとね、要するに、都外のもう朝から晩までして何やってるかというと、もうロイターと AP と AFP にもべったりついてる人がまあ多くて、ついてるのがまだマシな方で、実はついてるのは助手さん、そういうレベルの人が実は多いわけですよ。だから、そのロイター読めば、さっき2段、3段で記事が出ましたけど、あそこまでは書く。で、あそこまで書いて、書いたのはまだ立派な方なんだよ、私に言わせれば。他はだから、そこも読んでないってことね。読んでないし、ましてや、報告書の原文これで、さっき、全く読んでない。あれ、まあ、82ページぐらいあるんですけども、こんなペーパーはね。あれ、小1時間ぐらいでやと思うけど、読めないんでしょ？読めない。いや、80ページのペーパーをね、読む記者なんて、私は現役の時会ったことない。会ったことない。だから、みんなさ、ワシントンの仲裁だと言ってもさ、全然英語できないんだね。できない。だって年中さ、あれだもん、日本人と会って、なんか、そんな日本の話ばっかりしてるもん。そうそう。まあ、それで、まあ、高橋さんもプリンストンにおられたからわかると思うけどさ、ね、80ページって量、どのぐらいの量かっていうと、まあ、はっきり言ってアメリカの大学院で、一晩のアサイメント、要するに宿題ね。宿題は最低200ページ。うん、もっと多いよ、はっきりは。200ページね。最低だから。でも、日本人は200ページなかなか最初から読めないから。大変だ。読めないから。100ページ読めれば、まあ、ついていけるよ。まあ、ついていける。100ページ読めばついていける。で、まあ、大体1年ぐらい経って、慣れてくると、まあ、200ページぐらい読めるようになる。まあ、そういうレベル。でも、まあ、僕断言するけども、日本人で、アメリカ留学したこともない日本人記者が、ワシントンでもニューヨークでもヨーロッパでも行ってね、1日100ページのペーパー読むわけがない。まあまあ無理だね。無理でしょ。英語の文献を読めないから、だから、要するに IMF に取材にみんな行くんだよ。IMF 世界銀行に、あそこは財務省の職員がいて全部日本語でやってくれるから。いや、それでね、だからなんだよ。今のこの話、新型コロナウイルスの起源問題で、ワシントンでブリーフしてくれる人はいないはず。だからおそらくいないから。大使館でももしかしたら武漢がウォッチしてるかもしれないけど、そのレベルでしょ？大使館とは、あれだよね。厚生労働省の人がやんないとできないから、忙しくてやってらんないよな、それ。厚労省やってないよ、それ多分。やってないね。だから、こういう海外の情報が極端に薄くなるわけね。そう。だからましてや、日本の記者たち、特派員たちは、ワシントンではこの情報に全くアクセスできない。しようとしてない。だから出ない。大体だからね、あれだよね、日本人の IMF 責任は日本語で全部答えてくれるから行くんだけど、それ以外の国際、普通のところに行かないもんね。だって質問ができないもん。アポの取り方もわかんないって話だもん。だからね、US トレジャリーとかね、FRB あるでしょ？あそこに取材ができないんだもん。いやいや、それでね、まあ US トレジャリーでもね、司法省でも、その FRB でもね、いや、それでもさ、その人たちはまだいいのよ。だってそこに行けば、一応答えてくれるかもしれないんだから。で、英語でインタビューすればやれるかもしれない。でもこの話、新型コロナウイルスの話は、言ってくれないね。情報がさ、ものすごくいろんなところに拡散してるでしょ、うん、もうあなたも ご承知の通り、例えば共和党だってそうだし、うん、要するにアメリカ人の共和党のスタッフ自身がものすごい検索しまくって、リサーチしまくって、それでようやく80ページのペーパーにまとまったぐらいの作業量が必要なわけですよ、この話って。だから、その、特派員様がさ、どっかの役所に行ってね、聞いて、全容を全部ブリーフしてくれる人なんかいるわけないし、まあ、はっきり言って、この話は私はお手上げだと思う。日本のマスコミは。そうだね。英語ができないし、あと医学的知識もないから無理だね。でしょ。それにコンピューターがかかったのはもう30億じゃないですか。英語と医学とコンピューターでもう30億でマスコミができないのばっかりじゃない。そう。だから、だからなんだよ。だから、この新型コロナの起源問題っていうのは、うん、日本のマスコミは全く迫れない。そうなのね。だと思う。いや、だから、ネット含めてだよ。ネット含めて、この話で参考になる日本語情報って、あなたもご承知の通り、皆無でしょ。まあない。皆無だよ。うん、私の知る限りね、この情報でちょっと参考になるかなと思ったのは、ニューズウィークの日本版が、うん、まあちょっとね、迫ってて、うん、そのニューズウィークの日本版なんかは、この中国の隠蔽工作をどうやって暴露したのか。うん、これ実はドラスティックっていうグループがいて、民間のグループ。うん、このドラスティックっていう世界中に散らばったネットを介したグループが、この情報を暴露していくんだけど、うん、ちょっとこれ、資料があるから、これちょっと出してもらえるかな。これね、ドラスティックのもうホームページなんですよ。実はもう彼らは自分の自前のホームページを持ってて、うん、ここに出てるのが全部この彼らの、メンバーリストなのね。だいたい20数人いるんだな。うん、ちょっとちらっと大きくできるかな。これでもアイコンだね、みんなね。全部アイコン。だからこれに、このアイコン作ってない人もいるから、うん、まあこれだけじゃないんだけど、まあトータル20数人から30人くらいかな。うん、が、この、要するに民間の世界中のネットワークで、うん、この中国のデータベースから何から、うん、まあ、全部検索しまくって、うん、でそれを今、掴んできたマテリアルを全部このネット、彼らのホームページにみんな公開してるっていう、まあこういうサイトなんですけども、このストーリー、このドラスティックのストーリーをニューズウィークの日本版書いて、日本語に直してくれたから、まあこれが結構面白いよねっていうぐらいで、まあ日本語としては流通してるけど、まあ私の知る限りそれぐらいしか日本語情報実はなくて、あとはもう全部英語だよ。うん。でも英語読めばいいじゃないと思うけどね。いや、だからそうなんだ。読めないね。だからさ、全く追いつかない。いや、それでね、まあ、というわけで、私何を言いたいかというと、まあ、今回この件を見ててね、もうつくづくね、これ日本がね、ダメになったなと思うんだよな。マスコミは、まあ、ダメになったって言われるけどさ、まあ、本当にこれ、お手上げだね、これ。ダメになったっていうか、私から思うと昔からダメだったって、それだけだけどね。だってさ、ワシントン行ってる時にさ、取材はできないでさ、アポは取れないわで大変だったもん、私は。この人何やってんのかなと思ったけどね。まったくな。うん。だから、それでいつも中身わかんないから報告書の中身教えてくれって言って読まないで言うんだもん。それ、そういう人ばっかりだもん。これで、一応ワシントンに行く人っていうのは、それぞれの会社では結構優秀な人なんでしょ？そう。まあ一応ね。うん、全然ない。全然もう取材力も全くないし、もう話にならなかった。うん、まあ優秀なっていうか、まあそれまでの世渡りがうまかった人だよね。うん。でも一応結構偉くなる人が行くんでしょ？まあそうだね。うん。うん、そこそこね。うん、だってアメリカの中で一番いいところでしょ？住むのには。うん、そうだね。だから、まあもともとだからそこで行った時に、もうなんか寝たくでって言われてたから、もう本当にだからだから私なんかずっと餌まき係だったからね、マスコミでね。本当にもうどうしようもないなと思ってたけどね。そんなのあるじゃないっていつも思ってたよ。あってね、こんなの読め、これちょっと訳せばそれになっちゃうんじゃないのって自分で読めないから人に頼むんだよね、みんなね。で、自分で読まなきゃわかんないんじゃないのっていつも思ってたよね。まあそう、本当そう。私だって今回ね、長谷川さんに言われたからね、一応ああいう80ページぐらいだなって読むよ。こういうふうに読まないと失礼だと思うしね。多少読んでいけば、ある程度議論もできるでしょ。でも、そういう基礎的なことをしないんじゃないの？マスコミの人って。しない。うん、文献あげても中身教えてくれって言って、それ言えって言うからさ、中身は言えるけどさ、そんなのそのまま聞いて帰ってってもしょうがないじゃない。全くそう。うん。そうなんです。で、今回の話みたく、コンピューターの話とかそういうの出てくると、全くお手上げになるっていうのはいつもの話ですよ。そうなんだ。いや、でもそれがね、今回は、さっきも言ったけど、どっかの役所が全部の情報を握ってて、その役所さえ落とせば全部わかるって、そういう話じゃないから、ね。ないね。ない、コロナの話になると、厚生労働省もくそ忙しいから、こんなのまでやってないからね。やってない。うん、じゃあ外務省やってるからやってない。やってないね。うん。大変だから、でもああいうふうにネットの上の話って、おぼかたさんの時も、そういうグループは日本にはできたけどね。要するにおぼかたさんの論文を徹底的にやって、だからそこを見てるとある程度分かる。でもマスコミの方はそれが全然分かんないから、もう取材だけど、もう全然そのネットの普通にやってる人から見たら、もう滞いっていうかね。そうね。というようなことがね、今回この新型コロナでね、また暴かれちゃったなっていう。だからあれだよね。相変わらず新規感染者ガーッとずっと言ってるからさ、話になんないよ。というわけです。というわけで、8月24日の、一つの山場になると思いますけど、今、これまで話してきたことで、大体明らかだと思いますけど、もうバイデン大統領のこの報告書が、出たとしても、それはもうごく全体のパーツのほんの一部に過ぎない。その裏側に膨大な、この未開拓の荒野みたいなのが広がってて、その中でアメリカと中国のこのせめぎ合いみたいなのがあって、日本も立ち位置を決めていかなきゃいけない。こういう時代になってくるわけよね。これね、私、これら考えていくと、日本の政府も本当に大変だなと思うんだよね。次にあれですよ。必ず、この、ジェノサイドの話と、このウイルスの2本立てで、もう北京オリンピックにすぐ行っちゃうから、すぐ日本どうするか、すぐ出ちゃう。そこ直撃。直撃だよ。前の措置みたくね、総理はね、開会式行きますので、多分許してくれないですよ。いけないね。もう外交ボイコットは多分確実ですよ。確実。オリンピックの開会式はみんないけないと思う。で、それ以上のものがあったときに、日本の方は実はね、それ以上のボイコットになったときにね、代替地って話が出たら、必ず日本言わなきゃいけなくなるんだよね。だから私はそれチャンスだと思ってたけどね、はっきり言うと。札幌がね。として名乗り上げるチャンスだと思いますよ。だって今すぐ3ヶ月間ぐらいで、できるところって言ったら、ピョンチャンと札幌しかないんだ。アジアでやるからね。アジアでやるね。そしたらもう札幌を手を挙げた方がいいよねって。で、そこまで、頭切り替えてね、パパパッとできるかどうかっていうのは結構正念場ですよね。そうだね。日本やアメリカ、ヨーロッパにとってはそういう話だし、一方、習近平の側にとってもね、これはすごい北京オリンピックって爆弾になりつつあって、うまくいって初めて当たり前。自分の政治的延命のためには。でもそこに世界的なケチがついたままやって、それをきっかけにさらに批判が飛び散る、批判が拡散するようなことになったら、これは習近平には大変だよ。習近平、もうあれだよね、ボイコットがあっただけでも大変かもしれないけどね。要するに、外交ボイコットでも大変かもしれない。大変だね。でも、それはもう、あと3ヶ月以内で大体決まるよね。その通り。その通り。本当のボイコットっていうのは3ヶ月前なんだよね。だから、今年の12月で決まりますよ。そういうことだ。だから、12月までに決まるってことは、その前ぐらいにいろんな話が出てきますよ。あなた前におっしゃった4ヶ月前には路地の問題が。そうだよ、それはそうだよ。4ヶ月ぐらい前に、ギリギリ3ヶ月って4ヶ月ぐらい前に決めなかったらもう無理だ。ということはもうすぐ。目の前だよ。11月、12月だから、総選挙やってる時になっちゃうかもしれないよね。そういうことだね。俺はもう、あれだからさ、その時に頭たくさんシミュレーションしといて、こうなったらこうって、いろいろとシミュレーションしていかなかったら対応できないですよ。その時に考えても無理だと思う。というわけでした。もう今、最後に結論を言ってくださったんで、もうこれで結構だと思います。というわけで、今日は3回シリーズにわたって、いろんな話をしてきましたけども、視聴者の皆さんも今、日本が、世界がどういう局面にあるか、よくお分かりになったんじゃないかと思います。引き続き、この問題は、このチャンネルでカバーしていきたいと思います。どうも、高橋さん、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。はい。